23になっちゃった。早い。早いっすね。物足りないっすよ。マジで。あ、でもこの物足りないなぐらいが一番ちょうどいいのよ。いやー、そうっすかね、やっぱ。ってそうなんだけど。暑い。いやでもバキオカさんなんかもう平然とやってますね、全然。バキリーは本当にゲームうまいからね。何でもできるイメージですね、確かに。何でもできる。どのゲームもうまいイメージだろう。でもなんかユーザーもなんかね、なんか。あ、ちょっとテープタスクじゃないで話しかけないでもらって。そんなことある？今褒める流れやったの。いやでもユーザーはやっぱマリカもうまいしね。あ、ちょっと停電中なんでやめてください。ね、停電中、停電中。停電中、停電中。はめさせろや。はめさせろ、伊豆さんのこと。集中してくださいゲームに。何してんすか、ほんまに。なんで褒めさせてくれへんねん、こんなに。なんか褒めようと思ってんのに。全然褒めさせてくれへんやんけ。いや面白いな、ななこさん。で、ななこさんぶん殴るの楽しいんですよ。いやいやいや、ダメだよ、最高最高。やべえやつ。いや、マジで部屋に一台置いてきたら、もう振り返ってこう、パーンって殴って。はい、バキューカさんはタスク終わって終わってます。終わってます。あ、終わってる。はい。はい。あの霊界でまだ終わってない人がいるんだ。ああ、そうか。ああ、僕は終わってない。僕はさんまだ。ああ、そうかそうかそうか。終わってる。終わってる。僕終わってるんで自由でいいと思っちゃった。霊界は、うん、霊界はぶん殴られてるだけだよ。霊界は全然。でも確かに伊豆さんぶん殴りそうな顔してるもんな、実写見たら。いやいや、うん、あ、そう、奈良子さん、だご飯行きましょうよ。僕また東京行くんで。え、ぶん殴りではない、大丈夫？ビビりすぎてイメージ転向してる。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ちょっと奈良子さんが通話に残ってた、一瞬残ってるの面白いな。